はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。頂上決戦やっていきます。今回は禁止モードね、選択不可モードをやっていきましょう。さあ、選択不可はね、高校がいいんですよね。ロミンさん、お、高校や。ロミン第二長老さん、あ、エリザベスや、マジか。エリザベスとマガキが見えてますね。まあ禁止されるでしょうけどね。この場合はね、覇王丸禁止しよう。で、LR2 体禁止されても暴走より取れるんで。まあ、LR2 体禁止されますよね。これね、ハテナにね、LR いる確率が結構高いんで、暴走だけ取ってハテナに取りに行こうかな。ギャンブル行こうか。ど真ん中。タクマー、もう一体に期待。頼む。うおー息子出てきたわ。タクマ引いて息子が出てきた。これはもう UR 取っていこうか。うわ、リンか。リン強いね。禁止ターンなんで、イグニスとクロゼロ欲しいね。なので、ここは、シンゴ、禁止しとくかな。シンゴ。UR 禁止されても2体は取れるんでね。さあ、どこを禁止するかですよね。セスもね、結構いいんですよ。セスもなかなか使えるんで、欲しいっちゃ欲しいな。こうなると、クロゼロは取ろう。まあ、イグニスが安定かな、やっぱり。セスかイグニスか。イグニスかな。クーラーとセス取られますけどね。で、ハイデルン取るとして、ナコールルとブライアンかな。防御もう一体欲しいからね。ハイデルン、ナコールル、ブライアン取ろうかな。あー、そうか。3体やったな、向こう。そしたら、ハイデルン、ブライアン、レオナね。レオナかマイか。それとももう一体ザキヤマでも行くか。いや、レオナにしとこう。こう行こう。ブライアンは割とね、防御型の中ではいい感じですよ。あの、SR、R 含めて。N、R、SR の防御の中ではブライアンは割と当たりですね。サイキ！それはないで。こんだけなんか、こんだけベラベラ喋って、作戦がどうのこうのみたいな話もしたのにね、相手に再起が出たら一瞬でね、終わってしまうっていう、この禁止モードの辛さ。もう一回行こう。ヤッターマンさんやん。はてなはてなで隠れてますけどね。再起出るのはないよね。こっちがまた高校なんで、見えてる LR が、オメガと、向井と再起か。これはね、それやったら巻禁止せなあかんな。巻禁止しましょう。巻禁止して、再起禁止されたら向井取りに行こう。あ、再起と向井禁止やね。ほな、オメガ行こう。オメガルガール。これアーデルハイド取っとこうか。で、次、ハテナ行こう。さあ、来い。うわー、巻島ね。禁止ターンなんで、ここはね、エイジかな？禁止は。エイジ、クラウザ両方禁止してもいいけどね。そうしようか。エイジ、クラウザ両方禁止しよう。UR 取られて残った UR 取りに行きましょう。クロゼロと、あ、クロゼロ1体禁止か。これはね、イグニスと熱出強かな。こういこう。クーラとルガール取られますよね。クーラルガール、これね、アーデルハイドとオメガルガール合わせたらオメガ初ターンに打てるんですよね。それで行こうかな。あんまり置きたくないけどね、あのアーデルハイドは。もうその作戦で行こうかな。親子で出すと初ターンに打てるんですよ。ヤシロ、オロチシェルミ、もう一体シャンフェ微妙か。防御もう一体取るのもな。せやね、採取取ろう。これで行こう。向こうのキャラにもよるけど、オメガルガールとアーデルハイド合わそうかなと思ってますけど。キャラにもよりますけどね、向こうの。あ、いないね、LR とか。そうやったら合わせてみようか。これバフがね、あるんですよ。オメガルガールとこれアーデルハイド置くことによって、オメガのゲージがね、初ターンにマックスになるんですよね。だからこれはもうイグニスと、マキシマよりヤシロか。これでね、いきなりオメガぶっぱしましょうか。いや、むしろイグニスがいらんかもね、これは。マキシマ置いて固くしていくのありやな。こうしよう。
こうします。これは結構ほらオメガマックスになったでしょ。これは結構いきなり攻めれるんじゃない。お、マキシマこれ、あー麻痺してるわ、もう麻痺するんかーい。こういこう、マキシマ麻痺じゃなかったらそのまま前出しするんですけどね。さあオメガが初ターンに打っていく。結構いいんじゃないこれね。えなかなかいい作戦かも。これでチョイが使ってきたらアーデルハイドワンチャンゲージ溜まるね。チョイ使うんかな、奇進撃。お、オメガガードいいよ。チョイ使った、アーデルハイド溜まるんじゃないこれ。おお溜まった、マジか、これはいい感じやな。でオメガ1回下げて、マキシマを出そう。こういこう、これでもういきなりぶっぱしよう。アーデルも最低、もう奇襲っすねこれほんまに。アーデルの奇襲、うわーチョイに飛ばんでって。今のチョイに飛ぶの、そんな飛んじゃう。これはね、あーまあ今オメガで回収しようと思ったんですけど失敗したな。アーデルがチョイに飛んだのが痛いな。まあでもベニマルの怒りは下げましたね。イオリ来た、イオリ、うん一体出しか、どっちに来るかな。ヤシロガードしないか。これマキシマ次のターンも硬いんで前にしようかな、マキシマ前にしてこれでいきましょうか。でこれ当然使っていきます。このイオリ倒せると思うんで、こうかな、こういけばイオリは倒せますね。アーデルハイド強いんでね。おー、アーデルスキルめっちゃ強い。アーデルのスキルがね暴れん坊やな。さあこれでもう3体倒しましたよね。うん、シェルミーとシャンフェイ、これ硬いっすよここマキシマ。ほらガードいいね。シャンフェイ打ってもいいね。マキシマめちゃくちゃ強い。さあチネイは、おお完璧な展開やろこれ。あーでもヤシロ復活したな。ヤシロ復活しなくてよかったけどね。復活しなくてよかったけど復活。これでもオロチヤシロ必殺打たれへんか。そしたらこういって、ねどうしようかな、むずいな。ベニマルが打ってくるか。こういってちょっと温存しましょうか。そやね、一旦温存します。こういって、あーでもあそうか、ルガール打ってくるんちゃうこれ。これオロチヤシロ復活いらんかったな、ルガール。あーあー溜まってないんかな、使わんかっただけ。あれマキシマ普通に倒しに来ましたね。倒してくれるのはありがたいな。そしたらここはオメガ前にして、ネスツ今日ありやな。ネスツ今日行きましょうか。これで行きます。オメガから打っていく。でネスツ今日ですね、全滅取った、もしかして。あ諦めましたね。まあ結構厳しいか今の。でも奇襲が効いたんじゃないかなこれ。オメガルガールとアーデルハイド先出しの奇襲がねかなり、効いた気もするけど、やっぱオメガはね必殺を出たら強いんで硬くなるし結構ダメージも取るんで、割とね使い方によっちゃ、かなり化けるキャラなんで、なかなかいい感じにね戦えたんじゃないでしょうか。はい、ではちょうど決戦ね続きやりましょう。禁止モード、ボタンを押しました。さあ禁止モードはね高校がいいな。やっぱり一番禁止モードがあれかな、影響するんじゃないかな。あれこのケンイチさんは、本物っすねあのケンイチさんですよ、配信者のケンイチさんだった。いやーこれはやばいな、ちゃんとやらなあかんねケンイチさんね、よろしくお願いします。うわーこれ LR 絶対取られるやつやん、厳しいな。もうこの時点でだいぶ厳しいけどね。ナコルル取られるよね、クーラか。ハテナかけましょうか。ハテナ行くしかない。ハオマルLR 欲しいな、こうなると。いやー厳しいね。選択ターンなんでアーデルハイドかな、禁止ターンですよね。これはかなり厳しいですわ。禁止ターンはそやね、ここはねモモコ
アンディ禁止しとこう。選択ターンなんで2体取られて、こっちオロチアシロ取りに行こうかな。クーラー、オロチアシロ、マキシマかな。残りは攻撃型欲しいけど、モモカ余りました。あ、余れへんか。ロバートとラモン微妙やな。っていうかもうあのナコルルがいる時点でナコルルを崩せるキャラがいないっすよね。ナコルルを崩していかなあかんからね。ハオマル置いとこう。ハオマル、ビッグ、マキシマ、ラモンしかいないか。これでいきますか。これでいこうかな。挨拶しとこうか。お手柔らかにお願いします。チャットオンにしてるんかな。手加減しないぜって、手加減してよ。ナコルル言うやん。ナコルル言うのに、あ、これナコルル出してないね。もうこれ全部バトルいきます。もう全滅を狙いたいんですけど、まあ狙わせてくれないでしょうね。ナコルル出されたらもう負けなんで、そもそもこれはもう全部バッドでいって、麻痺した。このまま行こう。このまま行きましょう。全部バッド。おお、なんかしつこくモモコに飛んでいくね、ラモンが。ベニマルを前に。雷光剣。次も調整しようかな。エスパー、あ、使ってきた。エスパー使うて。ラモン前にして、調整していきましょう。ザキさん溜まったね、今ので。ラモンを捨てて、そやね、アーデルハイドか。まあ、こう行くしかないよね、これは。ハホーマル、ゴミ丸やな。ハホーマル、マジで一回も、スキル出ないね。ああ、そうきますよね。そうきたら、もうこっちは仕掛けるしかない。仕掛けるしかないんですが、ザキヤマいる時点で無理でしょう。ザキヤマいる時点で無理やな。行ってみます。モナコル出されたら無理なんで、これで行くしかないね。これで行きましょうか。まずね、まずクーラー、クーラー、ハオマル、これで行こう。ビッグね。さあ、これ全滅取れなかったらもう負けなんでね、 100%。でビッグはここか。クリティカル出たらワンチャンあるんですよ。クリティカル、クリティカル、クリティカル。お、これいったんじゃない。あ、いけた。いけましたね。うわ、まさかいけましたね。ナコルル出されたらもう負けなんで、まあ、ナコルル出される前にいったらいけました。いや、ケンイチさんね、対戦ありがとうございました。まさか当たるとは思わなかった。今夕方6時とかなんですけど、まあ、普段この時間にやらないんですけどね、なんかやってみたら当たったんで、前2年前ぐらいかな、あれ、その時のねリベンジを2年越しにすることができましたね。なんとか勝てました。ありがとうございました。では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。